皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、新時代の家計簿、50代の業種の先生が稼げるようになると、家族の人生も豊かになるというお話をしていきたいと思いますえ。これは別に今に始まったことじゃないんですけれどもね、あのーまあ、ここ数年とか、あとはそうですね、家族、家庭の在り方とか、 あとは終身雇用の崩壊とかまあい,ろいろんな社会情勢とかがあるんですけれどもえ旦那さんのお給料だけで生きていく回していくっていうことだけじゃなくても特に今、30代、40代の方っていうのは収入が上がらずむしろね私たちの世代よりも減っている状態で家族を養うということになると共働きが必須っていうようなまあそういうような時代になっちゃってるわけですよね。こういうい時に あの家族、もちろんご自身、奥さんもですね、考え方を変えていく方が時代に即してるなというふうにあの感じているので、まあ、今日はちょっとそんなお話を、ね、してみようかなというふうに思います。じゃあね、本題に入りたいと思います。えっと、新時代の家計簿っという、ね、名前を言っ,ている言っているんですけれども、まあ、それには理由があって、 え先ほどねお伝えしたように、まあ、夫婦で共働きで家計を支えるっていう時代っていうのも確かにあったし特にあの教室の先生とサラリーマンみたいな組み合わせだった時に通常はまあサラリーマンの男性の方がお給料多くって、まあ、奥さんの教室がまあ趣味レベルとかそんなに稼いでない状態だったりするとパワーバランスとしては旦那さんが 主奥さんが服くみたいな形でそんなにガツガツ頑張らなくてもいいような状態で結構多いはずなんですよだけれども昨今って本当にいろんなことが起こる世の中であの企業の倒産も別に普通にあるしリストラも普通にバンバン今人切られてるしあの大きい会社にいるからって全然安心じゃないですからねアメリカとかの外資系なんかは本当にさっぱり切っていくので。 あのびっくりすするほどそこら辺ドライですよだからあのどういう状態で家計とか人生が変わるかなんてもう誰にも予測がつかないぐらいの混沌とした時代なんですよね今が。でその時代において、まあ、稼げる力っていうのを自力で稼げる力ですよ。例えば 自宅教室業、奥さん集客自分で頑張って生徒さん集めて回してお金をいただくっていうこの一連の作業ができる力を持ってる人っていうのはあのやはりその家計において日本柱でやっていくような状態を作れるような準備をしておく方が特に50代過ぎた後はですねいいなっていうふうに感じているんですよ。であの これを、ね、特に感じるのが、まあ、いろいろ背景とかがあって私自身の背景とクライアントさんの背景といろいろありますで、まあ、たまたまなのかもしれないですけれども、えっと、私が主に扱っている、えーそのまあ、詳,詳細というか内容が割と高額講座のものであったりとかあとはキャリアがある方のリブランディングを特に中心に手掛けているので。 キャリアがある方のリブランディングっていうことはさらに次のステージへ向かいたいっていう方を主にやってるんですよねそうすると例えば教師の先生レベルで300万とか400万が、まあ、普通っていうかまあ第一段階だったとするじゃないですかでやっぱ月賞50万円ぐらいっていうと600万ぐらいになっていて月賞100万となると1000万超えてくるっていう、まあ、そういう多分状態になってくると思うんですよね。 でサラリーマンで1000万超えるってなかなか大変なんですよ。月賞と月収の違いはありますよ。サラリーマンは月収の方になりますから先生の方がまが、あ、5, 5割にならないにしても、うんまあ、1000万レベルとかで、うんそうね、先生の,その売ってる講座の内容にもよりますけど、まあ、5割だったとして500万7割だったとして700万、まあ、そんな感じが手取りっていう雰囲気になっていって。 感じになるわけですよねでしかも時間の自由度が効いて子どもの状態も見れるっていうと奥さんが稼げてしかも旦那さんのそれもダブルでちゃんとお金をね運用できるというのは非常にいい状態であるんですよだから旦那さんにも理解が欲しいっていうふうには思いますけどね。 あのお金的な部分をその稼ぐ奥さんっていうことを認めてもらって家のことは半分にするのか旦那さんが中心に見るのかっていうのも、ね、ありだと思うんですよ、選択肢で。だから実はこの動画って旦那さんにもちゃんと見てほしいと思っているんですけれどもねでその奥さんがじゃあ稼げるスキルを持っていたとしたらあのそこをやっぱりーなんていうのかな奥さんも選ぶらないし旦那さんも 嫉妬しないっていう環境を作れると非常にこう今の時代のパワーバランスとしてはすごくいいんですよね。旦那さんが一人で頑張る必要がないからですで私自身の話で言うと、えっと、先日ですねあの、まあ、主人の方がですね再就職できたんですよでじゃあその期間どれぐらい空いてたかっていうと1年なんですよ。でこの1年っていう期間を あの、どういうふうに過ごしてもらってたかっていうと、基本、えっ、ー、と、辞める前にクバックし、行くばくか食めたお金が,、ね、があるんですけど、それは、あの自分が、じゃ就職活動で交通費とか、うん、自分が、 どこかに出かけるお金とか、誰かと会うっていうお金は、私は出さないということで。その代わり、家に関わるお金は全部私が出すっていうことで支えてた一年間だったんですよ。かえー、っと私たちと 共働き社会社員の頃と自営になってからも一緒なんですけれども、家にかかる費用って全く半々なんですよ、じゃあ、例えば生活費的なもので、うんじゃあ50万かかるとしたとするじゃないですか、そしたら25、25持つみたいな感じ、30万だったら15、15、まあ、そんなんじゃ済まないんですけど、はいあのそう、そういうルールだったんですよ。ということは、じゃあ、分かりやすく、30万だったとしましょう。 でえっと、旦那の持ち分がそのローンとか、ね、そういういのも家の生活費も含めて接半ということで15万持ってたとするじゃないですかでそれを私が全部持つっていうことは私が15万だった持ち出し的には30万になるわけですよね。うん、で、その間旦那はだから最終職に向けて活動はしていただくっていうことなんですよ。でえっと その間、どういうふうに活動しようとも、えー、そこは自由だということで。ただ、そのお金がなくなっていく状態において、私そこは持ってるわけだから、アルバイトでも何でもいいから自分でお金は作ってくださいっていうのはルールにしてありました、うん。食費がなくなるとかね。そこはどうにかしてくださいっていう。だからそうならないうちに早く就職してねっていう意味なんですけど。だから あのど,うどうなったかとかいうその向こうからこういう状態で今やっているとかいうのを報告だけですね私が聞いてたのはあそういう状態になった、まあ、もちろん決まった時には、ね、嬉しかったですけどつまり1年間を耐える,っていう耐えるということはです、ねまあ、その金額、まあ、150とか200とか、まあ、もっとかかってますけどね実際は最初家を借りましたからね。 あの自分の環境を事務所兼家っていうところにもう一人っていうのがいきなりっていう環境がちょっと慣れないから嫌だなと思ったから外に家も借りたりしたんでその時に10万ぐらい払ってますからね、うん、多分300万ぐらい使ってるんじゃないですかこの1年ではいっていう状態で再就職をしてもらってますだから多分、うん、もちろん子供がいないからそういうことができてるんだっていうのはあるにしてもですね私は その選択できる自由っていうのは奥さんもそうだし旦那さんもそうで要は人生においてこういうふうにしたい例えば会社を辞めたいで自分の人生もう一回見,な見つめ直したいでその上で働きたいというふうふに思ったから働いただから自営になりたかったら自営でもどうぞって言ったんですけど自営はやっぱり大変だっていうのはいろいろ本読んだりとかねなんか自分でネットで調べたりとかして。自分は やっぱ向いてるのは会社員でちゃんとそこの中で働くのが向いてるって自分で気づいて,て自分で再就職の道をね探したっていうつまり彼にとっても私がお金をもう家に入れてくれなきゃ困りますっていう妻だったとしたら選択の自由がないんですよねだって先を決めないで辞めちゃってるわけですからね会社の方でそれをできたっていうところはあの 私が偉いとか言ってるわけではなく、えー、家として、まあ、どちらかがその困っている時にはどちらかが支えればいいというふうに思っているから私は彼が人生の選択を自分でできる状態を作れる経済力がある方がいいというふうにも思っていたから稼いでいたし、あのー、そういう時にねはいどうぞって言えるやめたいって言ったらはいどうぞって言って。 いう状態が私自身も誇らしかったしもちろん彼にも感謝はされたしその間ね、ね家のことをやるよと私が何も言わなくても、まあ、当然というか自分の中で、やっぱりあれなんでしょうねきっと <laughs> 悪いと思ったのか、あのー、家のことを、ね、食事作ったりとか洗濯やったりとかゴミ捨てしたりとかっていうところはだからそこは少し経,経験しましたけれどもね私の方のあれで。 そういう機会があったっていうのはあのー、よかったなと思ったし一番大きなのはだから人生の選択肢があるってことなんですよ。で当然奥さんも稼いでいれば人生の選択肢が増えます、はいあのーまあ、最近で言うと多いのがいいか悪いかは別としてやっぱり離婚したいっていう選択の自由が広がりますね。えー、旦那さんとと離婚したいい理由はいろいろあるる、思います。まあ、いわゆる 女性問題系ですよね自分以外にも女の人いたみたいな女性問題系多いです。あとはやっぱり酒癖悪いとかお金遣いが荒いとかあとは暴力振るうとかねあと言葉での暴力ももちろん含みますよ子供に対してとか自分に対してでそんな檻に囲まれたような人生を送るよりはまあお金があればですね割と出るの簡単じゃないですか。 っていう選択肢を持てるっていうことなんですよ。だから、あのー、今、旦那さんが大丈夫だから、私はそこにおんぶに抱っこでっていう思想でももちろん構わないんだけれども、その基盤になっている会社員とか、まあ、自営業とかでも、まあ、大きな爆打的な稼ぎ方をする方が旦那さんだったら、一緒に巻き込まれてゼロになるってこともあるので、あれなんですけれども、 二人がそれぞれに自立して稼げる状態を持っている、この人間として家庭を一緒に作っていこうねっていう感じが今の時代には合ってるような気がしていて、どっちかがすごい頑張って、あ、好きだったらいいんですよ。奥さんが家のことやるのが好きで、それを旦那さんも OK っていうガリガリで外に働く旦那さんで仲守っててくれっていう感じだったらそれはいいんですけど、要はお互いに納得して、お互いに いい状態が作れてるかどうかっていうそこが結構ポイントになるかなって思っているので私は選択肢を持つっていう意味で稼げる能力を持ってる方が特に50代以降はあの急にですからねいろんな残念なことが起こるのって本当に <laughs> いっぱい聞いてるけどなのであのうちのメンバーであの稼げてる人で、えー、シングルマザーもいるし 離婚してるっていう人もいるしあとは離婚は別にしてないけれども奥さんの方がやっぱが、ね、2000万とか3000万とか稼いじゃうとあの旦那さんの方がねそこまで頑張らなくてもいいって言って本来にやりたい仕事別にそんなにお金が稼げなくてもこういうのをやりたかったっていうのがあればそちらを旦那さんがやり、えー、食事を作ってくれとか,なんか、ね、そういうのをやってくれるっていうバランスになってるような人もいますうちのメンバーはね。 もちろん旦那さんとあの協力し合いながら、えー、いい感じで、ね、仲良くやってるっていう方もいらっしゃいます、まあ、人はそれぞれなんですけど、あのー、ただ、昔のようにもう旦那さんがすべて一家を支えなきゃいけない大黒柱でそれを家計の軸として考えるっていう考え方は、まあ、古いかなっていう感じはしてますねあの保険っていう意味ででもです。 なぜならばどんなことが起こってもおかしくない時代だからというそういう感覚だから私はあのどういう状態になっても奥さんも自立して稼げている状態だとお子さんの状態のことでもねあのこういう学校行かせたいとかっていう時にだって金があれれば行かかせられるじゃないですか、うん、だからあのそういう意味でも、まあ、私の、ね、母がお金がなくって。 あの父と別れられなかったっていうか私たちを抱えて外に出れなかった決断ができなかったっていうので5年間そんな状態なのに家にいることを決意した人だったから、まあ、もっと早く家出てほしかったなっていう子どもの頃の私の感情っていうのもあるので、うん、稼げることっていうのはあのゴリゴリにそれをやるっていうのがいいとは別に思いませんけど目的。 じゃななくて手段だからなんですがあの悪いことはねないから特にこの不安定な時代は、えー、スキルとして集客制約経営のスキルはあった方がいいということを声を大にして言いたいです <laughs> なぜならば別れたい時は突然やってくるからですねはい稼げる力があればねどうにでもなりますよで皆さんね まあこういうふうに言っちゃちょっと男の人ゾッとしちゃうかもしれないけどあの生き生きしてますよ。離婚した方が <laughs> あ。やっぱり家のことの負担が女の人の方が多すぎるんでしょうね。うん、だからそこが旦那さん分がなくなったり子供が育ってたりすると本当に自分が稼ぎたいように好きなタイミングで体の調子見ながらできるっていうこともあるからあのねまあ あのいろんな考え方あると思うんですけど楽で楽しそうにしてる人の方が多いかな私が見てる限りだからあの選択肢を増やすという意味でも、まあ、稼げる状態を作っていくっていうのはあの何,何年か計画でも構わないからそういう自分になっていくっていうのが今のトレンドなんじゃないのかなっていうふうに思っていますはい以上です。 ままととめていいいきたいと思います新時代の家計簿50代の教室の先生が稼げるようになると家族の人生が豊かになるというのは、えー、特にスキルがある、えー、キャリアのある先生は、えー、そのキャリアをただ教えるだけということではなくさらに稼げるスキルに転換をしていく方がいろんな意味で人生の選択,が選択肢が増えるので。 いいんじゃないかなというふうに個人的には思ってますということです。はい、以上になります。それでは。